中、年夫は、群馬県前橋市出身の元プロ野球選手、コーチ、監督、解説者、評論家。登録名を頻繁に変えており、入団時は俊夫、年夫その後は、1964年に、三つ尾。1965年に、秋尾。監督時代は俊夫、年夫コーチ時代は、年夫もしくは俊夫、年夫解説者としては、本名の俊夫をしよう、年尾を使用。 前橋高校では1年生時の1952年秋からエース、中軸打者として活躍、首相も務めた。1953年夏の甲子園県予選、準決勝に進むが、気流校に敗退。同年の秋季関東大会県予選も準決勝で、気流校に敗れる。3年時の1954年には、春季関東大会県予選決勝で、 気流校を下し優勝、関東大会に進むが準々決勝で、水戸のに赤敗した。同年夏の甲子園県予選は、肩痛で、初戦敗退。1955年に、中日ドラゴンズへ入団。2年目の1956年には、前年に、中堅守であった、本田一郎が一塁首に回る。その光景として、開幕から一番打者。 中堅守として起用され、初の規定打席に達した。肩も強く同年は16補殺を記録している。その後はやや低迷するが1959年には、初のオールスターゲーム出場を果たし、第2戦では2回に、土橋正幸から先制3点本塁打、MVP を獲得する。1960年には打率、312を記録し、通塁王を獲得。 初のベストナインにも選出された。守備面では1963年と1965年にシーズン350視察のリーグ新記録を作る。流し打ちの技術をマスターし、1964年に打法をアッパースイングからダウンスイングに変えてからは高打率を残すようになる。同年からは高木森道と12番を組み、チャンスメーカーとして活躍。 1967年には、大貞田春、近藤和彦と、熾烈な打率争いを繰り広げるが、セーフティーバントを連続成功させたことが功を奏し、打率343で、首位打者を獲得。1968年に元室により長期欠場を余儀なくされるが、無事にカムバックした。1971年に、高知県人となる。 1972年には、大島康則が開幕から中堅守に定着し、同年限りで引退。中日で2軍打撃コーチ、1軍打撃コーチ、監督、1軍作戦総類コーチを歴任。CBC 解説者や、中日スポーツ評論家を務めた。広島東洋カープ2軍打撃コーチ、2軍監督を務めた。 広島対談後は、テレビ愛知、三重テレビ解説者を経て、現在は、中日新聞評論家、東海ラジオ解説者。プロ野球マスターズリーグの名古屋パチジュー D サーズでは、監督、選手として参加。2003年から2006年まで、中日 OB 会の会長も務めた。2010年の日本シリーズ第一戦では、始球式を務めた。監督就任時は、 チーム待望の生え抜き監督であると同時に、片腕として、稲尾和久を投手コーチに昇聘し、また、現役時代の監督だった、水原茂にあやかり背番号を30にして話題になったが、故障者の続出もあり、就任3年目に再位に転落。その責任を取り、辞任した。宇野勝は、中の監督時代に、レギュラーになったが、一方で、 平野の県に関しては中は平野を整理リストに入れており、中が監督退任したことと公認監督の近藤貞夫の意向で平野は残留になった。中にとっては唯一の NPB での中日以外の球団への在籍経験であり、高知人事で選手としての在籍経験者を優先する、傾向の強い広島球団としては異例の純善たる戸様かつ、 た、九大監督経験者の昌平だった。同校野球部の二年先輩に後に俳優となる、天田俊明が投手として所属しており、中日の監督時代には、東海テレビのドラゴンズ応援番組に司会者として、出演している。トラバンシップ録、第三章、ドラバン記者への誘い、カバヤ食品の子会社だった、カバヤリーフが1967年に発売した、トレーディングカードでは、 ふりなが、中と、塩となっていた。ありがとうございます。